それでも女かよ。カプリコンがはっきり見えてきたぞ。不吉な、このスラフレーゼに何か起きようとしてるんだ。パンを買うのも楽じゃねえな。いつまでこんな状態が続くんだ。カプリコンが消えるまでよ。あの星が見えるまではこんなことなかったぜ。バカ言えない。あのゾルバが王宮に君臨している限り同じことさ。くしゃ、なんであんな奴がこのスラフレーゼを支配してるんだ。国王何をしてるんだ。無駄さ。国王はゾルバの言いなりさ。何にもできねえ太った脂肪の塊。無駄と一緒だ。触らぬ神にたたりなしだ。情けねえ世の中になったな。感動だまたかい。誰かを捕まえろ。なんだと、その便乗値上げ野郎。何よ、こせよ。腹減ってんだぞ。ん？これはガレッティ博士。カプリコンがお目に入りませぬか。やれやれ、またそちか。わしゃ今忙しいのじゃ。それにあれは影なのであろう。もちろん、あの位置に実際に星があるわけではございません。あれはカプリコンの影、我がスラフレーゼの異次元での兄弟にあたる星ですが、あのカプリコンが光り始めたら危険。では、いつになったら光り始めるのでしょうな、博士。食事時の話題にはやはり無粋ではないのかな。ゾルバ国防大臣、平静なスラフレーゼに波風を立てぬように願いたいもの。扇動罪というのもありますからな。宇宙国は感謝すべきですかな。しかし、わしはあなたにも話がある。あなたの率いる国軍の堕落とその最終目的について。外でお待ちしましょう。ねえゾルバ、よきに計らい。きれいに任す。おう。ロストフ・ガレッティ、王室反逆の咎により逮捕する。愚かな。枯れ果てた年寄りにはゾルバ閣下のお気持ちなど分かるものではない。ご命令通り反逆者の身柄を拘束いたしました。ご苦労。は、歩け。
ねえ。あのままお隠れになってしまうかと思ったんやで、ほんま。なんだなんだなんだ。なんや、うるさいやっちゃな。なんもせえへんて。わい、ジルっちゅうね。ほんでもってこっちは姉ちゃんや。なんです、元気になった？こっちはもげげ、ズボラなやっちゃけど、ええやつやで。もげに、もげに。俺一体ここは。いやー悪かった。魚狩りで魚狙ってたらお前に当たってしもてな。慌ててモゲゲと二人で家に連れてきたんや。そういや。さあどうぞ、おいしいし温まるわ。ありがとう。そういや俺さっき池の中ですっごいの見たんだ。なんやすごいのんて。いや確か女の子だと思ったんだけど、なんていうかすごく可愛くてキュートでしなやかなのに柔らかそうで。おあいやあそら多分ヤッピ族や。ヤッピ族？昔行さんおったんやけど、今はその生き残りが一人だけおるっちゅうてじいちゃんが言うとったわ。全滅？そらひでえな。あの子たった一人だけなのか。たった一人。でもここは一体どこだろう。一体どうなってるんだ。ほらほら騒ぐんじゃない。今さら何をうろたえてるんだ。何を言うかこの税金泥棒が。俺たちに何か隠してんだろうが。そうだそうだ、本当のことを言え。騙されねえぞ。うるさい。ゲイル、いよいよ時が来たな。はっ、全て準備は整っております。ゼップ将軍の重機工軍も予定区域で待機しております。無限アンカーはどうだ。ご安心を、何ら問題はありません。おめでとうございます、閣下。ついに二つの星を手に入れる時が参りました。すべては私のものだ。生きとし生けるものすべてがな。失敗は許されんぞ、ゲイル。はっ、スラフレーゼに栄光あれ。なんかやばいで、つらかった方がええんちゃうか。アホ、こんなええチャンスまたとないで。城の中にはぎょうさん宝物があるはずや。あのじいさん、こんなとこに出入りしとるお偉方とは知らんかったな。モゲニー、モゲニー。ガレッティじいちゃん、昨日帰ってけえへんかったけど、どないしたんやろ。そうね、お城で何か起こったんじゃなければいいけど。大変じゃ。何したん、寄っとる博士。まさかおじいちゃんが。そのまさかじゃ。この大異変の最中にそれを救える天才は監獄の中と来たん。それで？
まい。人生これに限るわ。助け出さねば手遅れになる。ガレッティだけが最悪の事態を回避できるはずじゃ。博士はあかん。ここは若いもんに任しとき。そうか。じゃあオルフの谷でのんと待っとることにしよう。あの俺も見慣れぬ生き物じゃな。この家のペットが。たく言うんや。お前も行こうで。でそれはなかなか殊勝な心がけじゃ。わしはヨットル博士じゃ。博士と呼んでくれ。よろしく博士。見ろ、カプリコンの色がまた変わったぞ。カプリコン、あれは地球じゃないのか。じゃあここは地球じゃなくてどっか別の星なのかよ。そうか、カプリコンの次元へ入るにはヤッピ族の力が必要なのじゃな。滅びるスラフレーゼがヤッピ族。なあカプリコンって地球って言葉で呼ばれてないのかよ。地球？なんやそれは。ワイにはややこしいことは分かれへんけど、じっちゃんに会えばなんや教えてくれるやろ。ここを抜けるとじっちゃんのおる地下路へ行けるはずや。一気に駆け抜けるで。ヨットル博士の言った通り誰もいないね。大方のんきに飯でも食うてんのんちゃうか。食った食った。やべえ。酔っ払いの言うことは当てにできへんわ。どうすんだよ。お前まさきか。今酒なんか絶対飲まへんで。俺も。あの子だ、俺が池で見た。ヨットル博士が教えてくれたんや。今のうちや。ジル、じいちゃん。ありがとうよ、お前は勇敢な子じゃ。君は奥の森に住んどるヤッピ族じゃな。この子も捕まっていたんだ。そうか。何も怖がることはない。わしを助けてくれた霊が言いたいだけじゃよ。おい待っとくれ。どうしたんじゃ。何かあるのかな。ずいぶん喜んでたみたいだよ。ところでお前さんは誰じゃ。見かけんやつじゃ。あ、俺タクです。島村タク、大江古田中学2年で。ようわからんやっちゃけど、じいちゃんを助けんのを手伝ってくれたんや。それはそれは感謝しますぞ。いや手伝うってほどじゃねえけどさ。お前さん、
何ですか？いやなるほどな、そうかそうか。さあとにかくここを出るんじゃ。さっきのヤッピ族のことも気にかかるしの。ちょっと何か俺に言いたかったんじゃねえのかよ。ねえ、何？ガレッティが脱獄？は、申し訳ありません。実はそのヤッピ族の生き残りもそのどさくさで。バカ者、わしの計画はすでに重要なポイントまで進行しておる。なんたる失態か。恥を知れギール。まあよいわ。今さら老いぼれ一人に何ができる。どうあがこうと後の祭りだ。はっ。ヤッピ族の生き残り、モーナとか申したな。仲間だいる。あたりと同じヤッピ族が。よく来た。一族に対面できた感想はどうかね。もっとも残された遺伝子から作り出されたものだがね。お前がゾルバか。これどういうことさ。勇猛なるヤッピ族はわしの忠実なるしもべというわけだな。わしの野望達成の光栄ある先兵となるのだ。嘘だ。ヤッピ族は軍に協力したことなんか一度もない。今まではな。だが作られた彼らは創造主には逆らわんのではないかな。小娘、お前の仲間だ。仲良く遊ぶんだな。待って、あたいたち仲間だよ。戦う理由なんてないぜ。待ってって言ってるだろ。敵はさっきの片目野郎だね。あんた、あたいの言ってること分かんないの。あの子はここを通ったみたいだぞ。ほら派手にやったな。なんかどんどん下に降りてないか。ようやな、地下に何があんねん。ここや。どう？おい、大丈夫かよ。ひでえ血じゃねえか。やべえ。デカブツ。
なんじゃ貴様たちは、無礼な。こら、話。本日ここに集まってもらったのは他でもない皆に、いや全国民に対して私は改めて忠誠を誓うためである。先ほど国王陛下はこのゾルバにスラフレーゼの全権限をお授けになられた。それは取りも直さず未曾有の危機が訪れたからである。皆も存じておろう。空に浮かぶカプリコンを、邪悪なるカプリコンの目的こそこのスラフレーゼの侵略にあったのだ。私は我が領土を破滅より救うために全勢力を傾注するものである。諸君どうかこのゾルバに力を貸してくれたまえ。スラフレーゼ3000年の未来のために。ここに私は宣言する。いかなる侵略者もこの神聖なる我が領土にとどまることは許されないこと。スラフレーゼを侵略する者は高い代価を支払うことになろう。侵略者を許すまし。あれはあのじいさんもおったで。まあええわ、ほっといてずらかりましょう。いただくもんはいただいたし。よっしゃ、待て。おい、いたぞ。あれだ。待て、バタンカ。なんじゃお前たちは。俺はまたお会いしましたな。その荷物を捨て。それはできへんで。せや、せっかくのお宝や。重力の法則を知らんのかい。あらー、我がお宝が。第三機構軍は予定空域で待機中。ヤッピ族もいつでも出せます。ゾルバ様の偉大なるお力をいよいよこの宇宙にお示しになる時が来ましたな。無限アンカーの開く道を我が艦隊がカプリコンへ押し渡る。重いよ。頑張ってくれ。あっちゃー、ひどい目に遭うたな。もうたっためちゃ。じいさん、頼むで。じいちゃん、
なるほど、ゾルバめ、カプリコンを攻撃する気なのか。ああ、ヤッピ族を使ってな。何？まだヤッピ族がいたのか。ああ、ゾルバめ、クローンを使ってヤッピ族を作っていたのだ。ヤッピ族は古来スラフレーゼの先盛りだったのじゃよ。ところが今の王から三代前、当時の国王によってヤッピ族は滅ぼされてしまったのじゃ。当時の国王も無限アンカーが欲しかったのじゃろう。じゃがヤッピ族は一族の滅亡と引き換えにそれを守った。無限アンカー？ああ、カプリコンとこのスラフレーゼとの架け橋とでも言おうか。しかしその無限アンカーを始動させるとこの世は地獄じゃ。じゃがガレッティ、そいつはどうやらこのオルフの谷にはないぞ。何では。そうじゃ、おそらくあのゾルバメが止めねば。おじいちゃん。ガレッティ。じいちゃん、ゾルバに無限アンカーを使わせてはならん。世界が滅びる。じいちゃん。ガレッティ、タクトやらお前さん。ガレッティ。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。おい、ボボ、聞いた？え？このスラフレーゼがむちゃくちゃになるんやって。なあ、アホなことはさせへんで。黙らんやないか。どねするん？決まってるやろ、わしらでその無限なんとかをぶち壊したろやないか。そんなこと言うてどらして城に乗り込むんや。いや、ここにいたの。何してんだ？俺、島村拓ってんだ。君なんて名前？モーナ。モーナか、可愛い名前だな。初めて仲間に会えたと思ったのに、あんな形だなんて。ずっと一人だったんだってね。うん、昔はここオルフの谷にもたくさんいたっていうのにさ。俺だってそうさ、何が何やら分かんないうちにここに来ちゃってさ、いきなり地球が、いや、カプリコンが滅びるなんて言われちゃって、俺なんか何にもできないしさ、このままゾルバってやつの攻撃を黙って見てなきゃならないなんてさ、帰りてえよな。で、おい、ちょっといきなりそんな。で、何でしょうか。あんた仲間の匂いがする。来て、いいもの見せてあげるよ。おい、このオルフの谷には戦いで死んだヤッピ族の仲間がたくさん眠っている。この岩はその死んだ仲間たちをいつまでも見守っている黒魔竜が宿っていると言われているんだ。黒魔竜？あたいたちヤッピ族の守護神なんだ。あんたこれ見てどう思う？タク？タク？ちょっとどうしたのよ、しっかりしてよ。カプリコンの先盛りなんじゃ。え、何それ、俺がカプリコンの。
お前さんがどう思うとこれは定めじゃ。それに従い。モーナー、タクがカプリコンの先盛り、あたいと同族。わしとジルたちは王宮に忍び込んで無限暗火を破壊する。その間タクとモーナはなんとか艦隊に足止めをかけてくれ。もしうまくいけば暗火を爆破した俺で艦隊も破壊できるかもしれん。いいか、タイミングが大切じゃぞ。今わしらだけが二つの星の運命を変えれるんじゃ。うん。私はの姉ちゃんはここに残っておじいちゃんのお墓を見守ってくれ。でもところであのコソ泥二人はどこ行ったんじゃ。うん、うわっ、お、ヤッピ族を出撃させろ。我が艦隊の露払いをさせるのだ。はっ。攻撃みたいや。えらいこっちゃで、早く無限暗火を見つけな。前方に未確認飛行物体が。高密という機体です。何、全艦戦闘配備。ヤッピ族だ。ヤッピを前に出せ。我らが創造主、ゾルバ様に報いる時が来た。行くぞ。ヤッピ族を導く者なり。ヤッピの者たちよ、お前たちの力はこのスラフレーゼを守るためにある。目覚めさせよ、イニシエよりの正義を。俺たちの存在は
俺たちの定めはあの娘と同じ、我々の血の導きに従うのだ。原始トカゲとモメが構わぬ皆殺しだ。大丈夫かいモーナ。やったぜモーナの力で約束が目覚めたんだぜ。行くぞモーナ。いよいよだ、いよいよわしの野望が達成される。このわしが二つの星の帝王として君臨する時がな。なんでお前らこんなとこにおったんか。次でおるとちゃうわい。もうわしらの手に負えんで。これはよし、今だ。戦艦カプリコへ向かって突入しろ。モーナ、博士たちが心配だ。君はアンカーのところへ行ってくれ。あんたは？俺はここで艦隊を止めておく。地球に行かせてたまるかよ。これが人間アンカー。モーナじゃ。おい、こっちや。例のヤッピ族の生き残りがアンカーに近づいてきます。シャラくさい、その小娘を始末しろ。近づけるな。はっ。おお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 おWe'll be right back.
つらやりおったな。ゾルバたちの野望もヤッピの仲間たちも消えてしまったんだね。モーナ、カプリコンが、タク、モーナ、カプリコンが、地球が消えていく。帰らなきゃ。タク、あんたも行っちゃうのね。ああ。お別れね。モーナ、あたいタクと会えてよかったよ、よかったよ。息つく暇もないくらいだったぜ。プリコン、それはすぐ隣にありながら決して出会うことなき別世界。でもまた会える、きっとタクにまた会える。あたいはその時までずっと待ってるよ、タク。待ってるよ、待ってるよ、待ってるよ。時は無